現在多くの都市では食品廃棄物はゴミとして食品からゴミへの一方向の流れになっています。これからはコミュニティの消費者、事業者、それと農家が協力して残った食品をゴミにせず畑の土に返し再び食品として循環させることが本当の循環型社会であると考えます。メリーズシステムはコミュニティの中で食品資源を堆肥として再利用し循環させる仕組みです。食品事業者、堆肥化センター、農家とこのような循環になっています。レストランやホテル、病院、食品工場などで出る野菜くずや食品ロスを小型コンポストマシンで一時処理します。それを私どもが回収して堆肥化センターで二次処理し約2ヶ月かけて質の良い堆肥に仕上げます。堆肥は契約農家が購入して畑で使います。畑で採れた野菜をレストランやホテルが購入して使います。そして野菜くずをコンポストマシンに入れます。こうして野菜は地域で循環します。私どもはリサイクルシステム全体を商業ベースで成立させるノウハウと堆肥化する設備や資材の技術を有しております。油分や塩分を含む食品残渣にも対応しております。堆肥化センターは悪臭もなく近隣とのトラブルもありません。日本では700台以上のコンポストマシンを導入し年間80トン以上の堆肥を作っています。2018年から2022年にマレーシアで JICA の支援を得てコンポストリサイクルシステムの現地導入のフィジビリティスタディを行い新興国や開発途上国での導入準備を進めてきました。私どもは土に生まれ土に帰るをコンセプトに資源を消費するのではなく循環させる持続可能な社会を築きたいと思い事業を進めております。各国でコンポストリサイクルシステムを事業化に取り組みます。協力していただけるパートナーを募集しておりますのでぜひよろしくお願いいたします。